ラー光で空中に舞う粒子を光らせ、高感度カメラで撮影します。 0.1 マイクロメートルの粒子まで捉えることができる世界最高水準の技術です。実験開始。まずはくしゃみです。目に見えるのは直径1ミリ程度の大きな飛沫。すぐに落下します。ところが高感度カメラで見てみると、キラキラと漂う粒子が浮かび上がりました。大きさは100分の1ミリ、10マイクロメートル以下の小さな粒子です。角度を変えて見てみます。小さく軽いため漂い続けているのが分かります。これがマイクロ飛沫の正体です。マイクロ飛沫がくしゃみ以外で発生する様子も見えてきました。バナナボートとか乗ったら楽しいです。いや絶対楽しい、ね、めちゃくちゃ楽しい。僕かなり試したのは至近距離での賑やかな会話。大きな声を発するとたくさんのマイクロ飛沫が発生します。二人の間で漂い続け、なかなか消えません。このマイクロ飛沫、どの程度吸い込むと感染するかはまだ分かっていません。しかし舘田さんは、今回の感染拡大はマイクロ飛沫の影響抜きには考えにくいと言います。そのマイクロ飛沫、小さな粒子の中にもたくさんのですね、生きたウイルスがいて。